はい。
ターで僕も弾いて歌ってた歌だったりするんですけど、だどっちをどっちやってるか最近よくたまに本で分かんなくなりますね。そして今ここでチューニングを始めるというですね、なかなか猛者ですもんね、大したもん。皆さん本当に楽しい、今日はね、でも上等に晴れてね、良かったですよね、本当いいと思いますよ。だから結構その自分の歌も沖縄のこと、沖縄市内のことをモチーフにして歌ってる歌があるんで、それをまあ音源だと音源はギター弾き語り1本で音源出してるのが1000円と、あとはですね、自分でいろいろ三線から何からいろいろ音数入れたやつが500円とかで売ってたりとか、まあいろいろ自分でいろいろやってるんですけど、それこそでもそれもね、レコーディング中ってね、やっぱ何弾いてるかとしてわからなくなるっていうのありますけどね、よし、じゃあ音源では三線も入っているですけど、弾き語りでやります。カチャーシーって多分こっちの人わかんないと思うんですけど、手をかき回すカチャーシーって言うんですけど、踊るんですけど、そんなあれです。お願いしたいと思いました。あ、そうだ、これ言っとこうかな。ちょうどいい感じ。あれ、僕あれなんですよ。この歌はですね、沖縄県民になってから、神奈川県民、僕横浜に住んでるんですけど、神奈川県民になって間もない頃に、僕は女子中学生に告白されたんですよね。そして、とか思ったんだけど、その時でもなんか、ね、自分の成長のなさっていうのをね、なんか露呈したような感じになって、なんかね、自分には成長ないなっていうことを歌にしたかったはずが、自分の生い立ちの歌になってしまったという、そんな歌です。野良にカチャーシーっていうのを歌を聴いてください。Yeah.
してきましたけど、その時に遅刻した時に宮古で結局なんだろう、完璧に、なんだろう、完璧にもそこで止まストップになっちゃった時に、まあ、慌てて宿を取ってですね、したんですけど、でたまたまね、その時に、まあ、僕もホームページとかあるんですけど、ホームページに来てるなんかたまたまメールを見たんだよな、ホームページで書箱に入ってる。そうで、そのオーディションが分かりましたっていうその内容で、これもなんかの縁だと思うんですよね。田野畑来てなかったら多分見てなくて、その後の締め切りとか間に合わなかったんですけど、結構レコーディングすることになって、2013年、まあだから今日、着歌とか iTunes とかで出てるのが100円、150円とかだから、音源は100円で売ってるんですけど、オムニバス CD なんですけど、全国デビューできまして、その音源の歌を最後歌って、じゃあ締めたいと思います。国立小坂からっていう皆さん、映画ご存知かと思うんですけど、今横浜に住んでたら横浜が舞台なんですけど、いつか僕も国立小坂になりたいっていう、そんな気持ちを込めた歌です。これ全国デビューになってですね、まあ iTunes、横直、音とか2で、もう買えますし、まあ今日持ってきてる手持ちだったら100円で買えるんで、よかったら買ってくるすいって感じでした。トムでした。まったらいいね。ふるさと探して旅をしてきた。ふるさとを探して旅をしてきた。もう帰ろう、悩むことはやめて、友達が待つ港の町に。ふるさとを探して旅をしてきた。ふるさとを探して旅をしてきた。ことはやめて、家族が待つ港の街に。さまざまな思い出がまぶたにしみ渡る。さまざまな思い出がまぶたにしみ渡る。さまざまな喜びがまぶたにしみ渡る。さまざまな悲しみがまるたに広がってく。ふるさとを探して旅をしてきた。ふるさとを探して旅をしてきた。